月さん、僕の笑顔ってどうですか？わざとらしいね。笑顔が似合う人ってこの人のことですよ。岡田ジャパンで最も笑顔が似合う男、濱田啓司が赤面インタビュー。皆さん恥ずかしいですね。2010年ワールドカップに向け日本代表選手に迫るスペシャル企画第2弾はこの人、安太郎に教えたろう。名古屋グランパスのストライカー濱田啓司。この企画カメラ NG の話はマルヒシートで密談。果たしてどんな話題が飛び出すのか。まずは松木さんが用意したこの新聞。ドーハで行われましたカタール戦の直後の記事が、記事を持ってまいりました。タマ様。このタマ様ってどうですか？なんかヨン様みたいな感じだけど、まあ、嫌いじゃないです。去年行われたアジア最終予選、タマ様が見せた会心のゴールがこちら。長谷部からちょっと 僕の前気味にボールが来たんで、ちょっと後ろにボールが来たら多分トラップしたと思うんですけど、ヒットのしやすいボールが来たんで、それで本当にいい時間で自分が取れたんで、ね、本当にチームが楽になったと思います。立ち上がりのね、はい、一番いいところで、まあこの写真でもすごくいい表情でね、本当ですか、撮れてて。一つカメラさん、あのタマ様ってのはどうか、タマ様スマイルをじゃあ視聴者の皆さんに。恥ずかしいですね。ありがとうございます、はい、そんなタマ様の大好物といえばもんじゃ焼きがなんか好きだという。好きですね。ああ、ここは濱田選手のふるさとに近い千葉県津田沼。そこにできた行列、その先にあるのはもんじゃダイニング玉。中を覗いてみると濱田選手の姿が。いやでも本当にこんなたくさんの人に来てもらって、ね、本当に嬉しいです。そう、濱田選手はもんじゃ好きが高じて今月なんとお店をオープン。大盛況なんです。どこが好きですか？笑顔です、ね、はい、笑顔が素敵だそうです。それ言われたら恥ずかしい。そしてお店の看板メニューがこちら、タマスペシャルイレブンもんじゃ。サッカーにちなんで11種類の具材を使った極上の一品。そのお味は？おいしいですか？おいしい。出そうでした。ありがたいです。出ました、タマ様スマイル。でもその笑顔の原点といえばこの試合、2006年ドイツワールドカップのブラジル戦。初めてスタメンで出場した濱田選手は前半34分、エリア内でスルーパスを受けると左足でシュート。サッカー王国ブラジルのゴールネットを揺らしました。日本が歓喜に沸いたあのゴールから3年。その周りからそう玉田イコールブラジル戦って思われたくないんで、なるほど、やっぱそれを少しでもその消えることはないと思いますけど、その印象が少しでも薄くなるようにこれからやっていきたいっていうのもあるんで、もっといいゴールを、はい、どうですか岡田監督はエースとして認めてくれるかどうか。やっぱりでも行きましょうか。ね、この辺のことを、はい、ついに2人がマルヒシートへ。ここでの会話は収録しないという約束ですが、一体何を話したんでしょう。何話しましょう。何、いやいやダメですよ、マルヒトークだもん。マルヒトークですか。私がちゃんと聞いてますから大丈夫です、大丈夫です。さあ改めて今日のゲスト松木安太郎さんです。お願いします。お願いいたします。気になりますね。気になりますね。こそこそしてましたね。なかなかね、うん、あの岡田監督にはお前はエースの自覚を持てと、うん、自覚を持て、もっともっと自分からもうリスクを犯してでも突破しろと、うん、こう言われたそうです。ということはまだエースとして完全に認められたわけではないということでしょうか。まあそれもあるかもしれない。ちょっとこのデータをですね、はいはい、見ていただきたいんですけど、はい、出ますかね、はい、あ出ました出ました、うん、どうですか高島さん、あこれをご覧になってたくさんの方が点数取ってるんだなって感じですね。でこれ赤い人がこれフォワードなんですね。ということはフォワードだけじゃないということで、うん、ただまあ玉田選手、中澤選手の場合はセットプレーということは、セットプレーでの得点が結構多いんですよね。これは日本としては強みなんでしょうか、弱みなんでしょうか。やっぱりもっとフォワードにね、取ってもらいたいですよね。玉田選手と同じような、はい、もう点数をどんどん他のフォワードが取ってほしいというのはありますよね。玉田選手のイメージとしてはですね、はい、やっぱりあのゴール前に
ていって点を取る点取り屋ではなくて、はい、なんか切れ味鋭い動きでドリブルからね、ですよね、ガンガン自分から勝負していくタイプのフォワードですよね、うん、はい、それもまあフォワードとしてはいい機能なんでしょ。いやもちろん、うん、今の日本にはすごく重要な存在の選手だと思いますよね。ツータイプといいわけですね、やっぱりね。そうですね、うん、でまあ、特に玉田選手の場合は、はい、まあ、昨年の10月ですか、ウズベキスタン戦からずっと連続ゴールです。3試合、はい、連続ゴールです。今乗ってるわけですよね。ということは、うん、あ、これそうですね、はい、出てますね。まあ、やっぱり連続ゴールということは彼がエースとしてこれから、まあ、次の2月11日のオーストラリア戦、はい、玉様のゴール期待したいと思いますけど、あの左足光りそうですね。いいですね、本当にあのダイレクトにシュートする、あれがいいですよ。あとはドリブル、うん、あと笑顔ですね。笑顔はしかし、あの戦力になるんでしょうか、ね、いやいやいや、まあそういうことです。でもね、ファンの気持ちをこう喚起しますから、 そしてサポーターの、ね、はい、熱も盛り上がって頑張ってもらいましょう。もうぜひとも2月11日期待したいですね、はいはい、ありがとうございます。松木さんでした。ありがとうございました。以上、スポーツでした。